多年生草本の妻取相続の一種草本植物は、地上部の生存期間が短く、普通1年以内に開花、結実して枯死し、二次組織は目下せず肥大成長しない植物である。草本植物では、木本植物とは異なり、枯れた後に地上部に木質化した茎が残らず、一般的に木本植物に比べて、竹が低く、茎が木質化しないため緑色で柔らかい。 ただし、実際には、木本と草本を明確に区別することは難しいことも、ある。草本植物は木質でないイカンタバ植物であり、シダ植物やヒシ植物の一部が含まれる。草本植物の習性は、大きく1年生、2年生、多年生に分類される。1年生植物は、地下部を含めた、植物全体が、発芽後1年以内に開花、結実し、枯死する。 二年生草本は、秋、または春に発芽し、一年目の夏にはもっぱら、栄養期間の成長を行い、二年目に開花、結実する。これに対して、少なくとも地下部が二年以上生存するものを、多年生植物という。多年生植物や二年生植物で生存する、地下部には、根の他にも、根茎や階茎などの地下茎や、葉を含む中途である輪形がある。 二年生植物の例としては、人参や、ハマハタザオ、ヒメジョーンなどがある。多年生植物には、イネカ植物や、シダ植物のほとんどが該当し、ジャガイモ、ボタン、ギボウシといった植物が挙げられる。一方、木本植物も形態によって高木、低木、赤木、ツル植物などに分類される。またバナナなど、双本植物でありながら、木本植物に劣らない。 高さになるものもある。多年生草本の中には、根の二次木部の年輪から年齢を算出できるものがある。成長の早い草本植物、特に一年生植物の中には、先駆種として繊維が進んでいない土地に、いち早く進出するものがある。一方で、高原、遠征湿地、砂漠といった、繊維の中間でない、開けた空間や、木元に囲まれた臨床に生育するものもある。 池や湖といった水中環境では双本が優先し、地上でもプレーリーやステップ、サバンナなどを形成する。イカンタバ植物は二次細胞壁にリグニンという複雑なフェノール高分子を蓄積するが、双本植物ではそれが地下部に留まる。木本ではリグニンによって二次細胞壁の機械的強度、合成、防水性が向上しており、 大型化した地上部を支持し、長距離にわたって水を運ぶことができるが、それに資源と時間を投資することになるため、発芽から開花、結実までの期間が長くなってしまう。ありがとうございます。